哀れよのビビアン。セプテル殿、島がこの篠が移動している。庭園系3捕獲実況、ティンラの代わりに喋る玉ウサギです。前回はこの城の頂上でなんとサタンの大将の一人だったというコルネリウスをぶちのめしたけど、その戦利品はこちら、マイルズに1000ダメージ与えた六芒星山の100均バージョンを吸収したお札です。ん、待て、なんだこれ。ヴァンパイアの指輪、通常攻撃をすれば生命力を吸収できる宝具だ。どうやらこれがコルネリウス戦のドロップだったけど、連符でアイテムをゲットしたメッセージに上書きされちゃったらしい。これはセクテムにつけてみるか。今の装備より強いわけじゃないけど、いろいろ見せた方が面白いからね。それじゃ城の調査を。今回の旅は本当に何でもありだな。まさか島に乗って海を渡ることになるとは。帰ったら絶対に本に書かないと。信じてもらえるかな。島に乗って旅をするなんて。ミヤさんはワクワク。早く帰りたいですな。アダムさんはホームシック。島で旅できるとは思わなかったぜ。モーレイさんは古民館に逮捕されなかっただけでも御の字でしょうね。あ、この扉が開いた。絶対ここが調査のポイントでしょう。一体どこに繋がってるんだろう。城から出たようだ。庭かな。お、マイルズここにいた。ポールも。マイルズ、ここにいたか。リリアンの墓か。邪魔したな、お大事に。わからん。神が何を考えてるのかわからん。マイルズ、世界と人間を作る力があるなら、なぜ人間がこの世界で苦しむようにした。なぜだ。ふん、あの忌々しいコルネリウスの言う通りかもしれんな。神が本当にいるのなら、この世に苦痛などなかったはずだ。人間のことを思っているなら、俺たちが異教徒をなぶり殺しにしたことをなぜ見過ごした。なぜ優しいリリアンを見殺しにして、こんなむごい細部を迎えさせたというのだ。ふん、理解したぞ。最初から細部まで、神は人間などどうでもよかったのだ。我々が必死に、勝手に彼を信じているに過ぎなかった。クソ、こんな役立たずの神などいるものか。たとえ地の果てにいようと、このマイルズが必ず奴を見つけ出し、同じ苦しみを味わわせてやる。その件、スペアかな。君も見ていたか、リリアン。リリアン、マイルズは本気で君のために悲しんでいる。なのにどうしてその結論は、さらに過激な道へと進んでしまうことなのか。君もきっと悲しいと思うだろうな、リリアン。セプテム、セプテム、これがあのリリアンのお墓。セプテムもきっとリリアンのこと大好きだったんだよね。そうだよね。お前は黙ってた方がいいぞ。うるさいな。俺とリリアンのことはお前に一辺の関係もないだろう。地雷踏んじゃった。そんなに怒らなくたっていいじゃん。セプテムが辛そうだから慰めに出てきてあげたってのに。そもそもリリアンはお前のせいで傷を負ったんだぞ。軽々しく人に乱暴をしないでくれってこっちが頼みたいくらいだ。なんでそんなひどいこと言うの。セプテムだって人をたくさん殺してるじゃん。不公平だよ、めちゃくちゃ不公平。まあそれは言い返せないよな。ワンちゃんもかわいそうだよね、ご主人様がいなくなって。ははワンちゃんも私のこと好きなの。いいよいいよ、じゃあこれから時々遊びに来てあげるからね。はは、分かったから。そんなに走り回らないでよ。ポール君、左に走り出す習性がある模様。妙だな、あのポール君は中堅だったはず。主人が亡くなって早々ニコルに着くなんて。セプテム、セプテム、超大発見だよ、早く来て。何事。安らかに眠れ、リリアン。さて、どういうことだろう。セプテム、セプテム、見て見て、面白い池がある。
奇妙な石像と池だな。誰が作ったんだろう。これはよく見たら地図の形をしているな。セプテム、セプテム、見て見て、この石像の頭に文字が刻まれてるよ。どれどれ。スフィンクス。この石像はスフィンクスって名前だって。セプテム、セプテム、この石像にも文字があるよ。アテナ。この石像はアテナって言うんだね。女の人らしいよ。この石像にも、この石像は、これは、わあ、この羽の生えた石像、あのマイルズってやつに似てる。こら、自分はマイルズなんかじゃありません。喋った。うわ、石像が喋った。何なのこれ。自分は大天使長ミカエルを模した石像精霊であります。そういうの多いね、ここ。ミカエル、誰それ。大天使長って何。主様、本気で忘れたでありますか。まさか自分たちのことも覚えていないと。そういえばロビーの奴らも主様って言ってた。知らないよ、全然記憶にない。主様、私たちは数千年前にあなた様ご自身が作り出した庭園装飾ですよ。私が庭園装飾、全然覚えがないんだけど。サタンに作っていって私らをほっぽり出していったじゃない。お忘れですか。え、つまりニコロは元から悪魔じゃなくて独立勢力だったってこと。それもこんなもの作り出せるほどの。そうそうそう、主様に置き去りにされて数百年、いや数千年は経ちましたね。ニコル、実はすごいやつ。はい、そしてサタンも我々を人間界の海底に放置しっぱなしで、つい先ほどようやく呼び起こした次第であります。待って、あれこれ喋ってくれたけど、結局この島は何なんだ。この島、この島全体がニコルの昔の家さ。本当？じゃああっちの大きいお城も私の。そうそうそう、我々石像たちこそニコル様が庭の飾りとして作ってくださったものですよ。当人は記憶喪失してるようだけど。やった、じゃあ私の城を見て回ってくるね。前向きな記憶喪失だ。待って、サタンの手の者に散々邪魔立てされてきたんだ。これもサタンの罠かもしれん。ふん、サタンなんか大嫌いだ。そうそうそう、あのサタンの指図なんて受けませんよ。その通り、自分たちの真の主はサタンではなくニコル様でありますから。ああ、本当に私が主人なんだ。は、ニコル様、あなたはいつまでも自分たちの。あんたね、彼女は私らのこととっくに忘れてるし、みんなは彼女のせいで何万年も海水浴をする羽目になったんだぞ。桁増やすな。そうそうそう、こないだなんかタコが私の頭を巣扱いしてなかなか出て行ってくれませんでしたな。あの時は俺が島を振動させて追い払ってやったんだから感謝しろよな。仲いいな。お前らはこの島を動かせるのか。そうそうそう、サタンさえいなければ私たちの力でこの島を自由にできますとも。は、舐めてもらっては困る。仮にもこの島の精霊なんだぞ。そいつは頂上。ニコル、彼らに頼んでこの島を俺たちの目的地に。待て、誰がいいと言った。ニコルが今でも私らの主だとは認めていないぞ。自分たちはニコル様に作られたものだ。ニコル様が主であることは自明であります。スフィンクスも日向ぼっこばかりしてないで立場をはっきりさせたらどうだ。言われてみればこいつ猫っぽいな。私、お二人とも一理ありますから、私からは特に。は、役に立たないやつ。ポセイドンもここにいればよかった。またギリシャ神話。ポセイドン、誰それ。自分たちはそれぞれ北、東、南の3つの大地の象徴でして、ポセイドンは真ん中の海を象徴する石像精霊であります。なるほどね。しかし彼はサタンの手下に装飾品として持ってかれたんですよね。ならばどうすればお前たちの協力が得られるか教えてもらえないか。いいだろう、今から私が2つの難題を出す。解くことができたら要望を1つ叶えてやる。了解だ、言ってくれ。ためらいがないな、セクテム、さすがエージェント。城の展望台の真ん中にある扉に入って最深部から宝物を1つ取ってくるんだ。あの展望台、このクエストのためにあるんだ。それだけ、それが難題。はん、二つ目を考える時間を稼ぐためだ。二つ目は死ぬほど難しいやつにするから覚悟しな。ニコル様のご友人よ、この鍵をお受け取りください。役に立つはずです。甘やかすんじゃないよ、ミカエル。ニコル、行こう。ニコル様のご友人よ、その鍵は城の展望台の真ん中の扉を開けられます。奥から宝を持ってきてください。それじゃ行きましょう。展望台に行く方法はとても覚えやすかったからね。道しるべまだ残ってる。まあいいや。
一瞬で到着した。これが扉を開ける鍵、ジェシカとベスの家の鍵と全く同じ見た目なんだが、やっぱりあそこは太古の遺跡。また暗闇ダンジョンだ。ここも最初から分岐するタイプ。よし、問答無用で霊界の道しるべだ。ホールは最深部だそうなので、まず左右を探索。ロビーでも売ってる回復アイテムだ。このコンビにもすっかり慣れたぜ。吸血はダメージの 10% か。成長したらもっと吸えそう。ティンラはいろんなゲームでこういう守り系の装備が大好きで、敵の攻撃を耐えることに快感を覚えるタイプなんだけど、見栄えの悪いゲームプレイになりがちなので、実況ではほどほどにしようと思う。ケルベロス出るね。いい加減1匹ぐらい捕獲したいんだけど、でもなんでかめちゃくちゃ捕獲しづらいんだよな。おっと、新しい技術、合成砲。体力を回復するやつだ。体力は主に宝具と召喚に使うんだけど、まだ回復したいほど使ったことないね。よし、このルートはここまで。来たなあ、ケルベロさん。今度こそ捕まえてやる。どんだけ捕まえにくいんだよ。しょうがないな。左右の探索は終わった。上に進もう。ラグって気づいたんだけど、この入り口狭すぎだろ。今度も左右から行く。何これ、うわ、ホラー映画かよ。ケルベロスは一旦諦めて、ヴァンパイアロードの方を捕まえてみよう。こっちもダメか。雑魚のために粘るつもりはない。探索を優先する。銀貨300枚だ。リングソード1本分だね。このラグは新しいモンスターだ。ラグは直せないからポジティブに利用していきましょう。まずはよく知っているグライアイを倒して。うむ、図体はでかいけど威力は大したことないな。霊系、もう頼むから。この通りだ。頼みを受け入れてくれた。早速護衛ボーナスをチェックしましょう。普通に弱い。召喚要員ですね。合成要員とも言えるけど、もっとアイテムと魔物が溜まってから合成をやろう。3回目の左右探索だ。どれくらい深いんだろう、このダンジョン。隅に宝箱はないか。こいつらにもう用はない。経験値になれ。お、宝箱。おっとどうも、ここはおめえらが来る場所じゃねえ。うせろ。急だなお前。大事なお宝を探してるんだ。見つけるまで帰れないよ。だったら永遠にここに残ってもらうしかねえな。宝箱の中にですか。遠慮します。ボスなのでとりあえず連符しとく。こんなジェネリックボスは技術を使うかどうかわからないけど。そしてさっきゲットしたケイロンを早速召喚。58か、地味に痛いな。さらにメドゥーサを召喚。次のターンは2体をリリースして。ごめん、違うゲームだ。よし、セプテムのゲージが溜まった。コルネリウス戦で取得した新絶技を使うチャンスだ。ニコルは、なんか
か面白いことできないか。まあいいや、やあ売っとけ。よし来た。設備その2、巨影山。演出早っ。でも50ぐらいのダメージを6回与えたようだ。確かに強い。本体と分身がそれぞれ4回切った気がするけど、中学の時クラスで巨影山ごっこするやつ3人いたぜ。1人は巨影役。うわキモい。ヒロインに触手攻撃しやがって。万死に値する。魔法陣で切り裂いてやら。弱いな。とゲイロンも技術打ってくれた。グレムレットの高い潜水量表じゃん。よし倒した。やっぱり技術なかったなこのボス。新しい技術、そしてお宝ゲット。これが一つ目の難題なんだろう。どんなお宝なんだ。冥界神石、主人公の特殊能力を引き出せる。どういうことだ。まあアテナに言われて取ったんだから彼女に聞けばいいだろう。出る前に残りのルートも回収しとこう。私モンスターか。あら、ちっこいやつ。せっかくだから捕まえてみよう。うむむ、すばしっこいな。ニコルばかり引っかくな。いい加減にしろ。お前の好きそうな狭いところに入ってこい。オッケー。よし、確認しますね。こんなにでかくないだろう。見た目通り敏将ボーナスが高いけど後退するほどじゃないね。残りはこっち。何もないか。じゃあ出ましょうか。まっすぐしたらから処方神石いらないや。で庭園に戻る。ただいまだぜ。一つ目の難題とやらは解いた。二つ目は、ふふん、ニコルの友人よ、あたしらも待っていたぞ。ちょうどお前に一番ふさわしい難題を思いついたところだ。なんだ。ミカエル、今度はあんたが説明しな。ニコル様のご友人よ、ご自分の能力をご存知でしょうか。あなたは時空を超えて過去に戻ることができます。これチート系ラノベだった。急に宇宙の法則が乱れるレベルの設定をつけてくんだよ。はい。ほらこのリアクションだ。そうそうそう、アテナはどうしてもこの力を見てみたいと言ってですね。よって二つ目のお題は過去に戻ってご自身を救うことでございます。ふん、ニコルの友人よ、お前が戻らねば過去のお前は命を落とすぞ。言うなれば私の優しさからの出題だ。あなたの力を引き出して過去に戻ることにご助力いたします。準備はよろしいですかな。あ、ここで脳を選べばお買い物とかに行けるんだね。いや、今のままで行けるっしょ。は、お前なら承諾すると思った。さあやろうか。面白くなるぞ。生きて帰れることを祈ってやる。おお。セプテム、セプテム。あ、ここか。ごめん、ごめんよ。私のせいだ。でも私じゃムスペルに勝てないよ。どうしよう。え、ここから救うってことは。あ、悪魔め。よくも、よくも俺の部下たちを。小僧だ、何が言いたい。貴様がこの能なしどもの頭だな。ふん、まとめてぶち殺してやる。ふたばめいい。あれ、前回このイベントを見たとき、マイルズすぐ逃げたんじゃ。おもれ、悪魔め、畜生。毎回悪魔にやられてるな、マイルズ。このマイルズが悪魔ともにやられるとは、無念千万。と思って、ニコルも含まれてる。なんだと、貴様、今、なんと名乗った。マイルズですが何か。6
ブクブク。なぜだ、なぜその額にサタンの印が。修道院内で予習したマーの筋ってやつだ。バカな、貴様がサタン様のおっしゃった例の人だと。そんなバカなことが。うわぁ。ここで隙を見て逃げたのか。そしてセクテムが登場。どういうことだ、ここはベネツィアの修道院じゃないか。しかももう一人の俺がそこに倒れている。どうなってるんだ、本当に過去なのか。セクテム、セクテム、わかった。これはセクテムがベネツィアでムスペルにやられた時だ。ニコルまで二人いる。あの石像たちはセクテムの力を使って未来のあんたをここに送って過去の自分を救わせようとしてるんだ。なんだと、この怪物にやられて気を失った俺を救ったのは未来の俺自身だったとは。そうだよ、サタン様はセプテムの時を超える力が気に入ってるから魔界に誘おうとして私を送ってきたんだもん。いつも人の話を聞かないんだから。それはお前の話し方が悪い。サタン様が言ったよ、世界を混乱させるためにこの力が必要なんだって。これがあれば。貴様ら、俺様がいないと思ってんのか、イコル。ムスペル、本当に忘れた。ふっ、小僧め、サタン様がおっしゃっていた時を超える力を持つ者とは貴様のことだったのか。俺は予想外。ニコルがついてる時点で察しろよ。よかろう、サタン様の言いつけがある以上そこに倒れてる貴様のことは見逃してやろう。ただし条件は貴様が魔界に下ることだ。悪いが下りたくもないし、下る価値があるとも思わない。貴様は誰に向かって口を聞いていると思ってやがる。このサタン様は貴様を魔界に招くほど高く買っているんだぞ。そんな栄誉を拒むどころか、この俺様に口答えだと跡形もなく消し飛ばしてやる。来るぞ、大型ボスだ。初手は護衛を召喚するのが定石、ケイロン。はあ、そういえば氷属性のスノーボールがある。これは相性良さそうだ。早速来たか、必殺技。こっちも属性攻撃を見舞いしてやる。スノーボール、本当にダメージが高いね。ニコルは炎耐性ないから危ないけど、まずは絶技を売っとく。ニコル自身のターンまで待つのは怖い。セプテムが回復してやれ、沈黙瞬君。これでニコルも氷攻撃に専念できる。もう一発。そしてセクテムが再び治療。いいチームワークだぜ。私が悪かった、もっと回復すべきだった。大丈夫、復活アイテムも一緒に時空を超えてきている。勝つんだニコル、お前の下克上はまだまだこれからだぜ。そうか、ケイロンの技術も氷属性だった。その過人力場とやらをお札にしてやる。さあ、打ってこい。反対攻撃じゃなくて、来た、スノーボールの技術。ぬすったステータス異常経過。セプテムはヴァンパイアの指輪で HP 吸ってるけどちょっと危ない。回復。回復し合いそうだ。よし、いつでも打ってこい。かぶるな、演出かぶるな。それ意味ないからやめな。
攻撃でとどめを刺した。連呼できなかったな。で、分かったことが大事だ。卑怯者は反則だぞ。この反則の力を欲しがってるくせに。わい、やった、ムスペルを倒したなんて。私たちすっごく強くなったね。まったくだ。いろんな戦いを経て、まさかもうあいつ以上の実力が身についていたとは。まだレベル20だけどね。セプテム、あんたたち本当に未来から来たの？そうだよ、セプテムってもう時を超えれるようになったよ。すごいでしょ。ポカーンと。そうそう、昔の私。セプテムは本当に優しい人なんだよ。追っ払われそうになったら全力でしがみつかなきゃダメだからね。ニコル、セプテムの力を借りてセプテム対策を強化するとは、さすが小悪魔ちゃん。ヤッホー、ただいま。これはこれは、ニコル様、無事帰還できるか賭けをしていたところですよ。お戻りになって何より。何やってんだか。というか、こいつらにとってどれくらい経ったんだろう。どうだい、二人とも楽しかったろ。いい取れ高になった。夢を見ていたみたい。本当に過去に戻ったのか。騙す暇があるか。任務は果たした。アテナ、彼らは生きて帰ってこれたんだ。成功したに決まってるじゃないか。そうだ、気になるんだが、どうしてお前らは俺の力のことを知ってるんだ。自分たちは精霊として天地の間のことはいろいろ知っているものであります。あなたのことも多少なりと。何千年も海底に沈められてたのに情報収集はできたんだな、こいつら。そうそうそう、それにあのサタンがあなたの力を欲しがっていることは魔界で話題でしたもので、知らん者がいないですよ。セプテムの身バレのスケール。やはり疑問がある、この力についてだが。本当にこんな力があるというのなら、過去に戻ってリリアンの死を阻止できるのでは。は、そりゃできるさ。かといってできるとも限らない。どういう意味だ。できるけどできるとも限らない。ニコル様のご友人よ、この理屈は複雑なもので、自分たちも実のところ理解しきってはいませんが、自分が立っている場所には因果律を研究するアラブの学者が多数います。訪ねてみてはどうかと。アラブか。ちょうどセクテムも行こうとしてるね。理由はわからないけど。嘘つけ、あんたの足元誰もいないじゃん。ミカエルが言ってるのはその地理的位置のことだよ。あんたが決めたものでしょうに、ニコル様。池の中に浮いてる島があるじゃない。それが私らの現在位置なのよ。ミカエルが立っている場所までまだ随分の距離があるわ。あのちっちゃい火山か。わあ。因果律とは、物事の原因と結果の関係についての学問であります。例えばオリーブの実を植えるとオリーブの木が生えるなどのような単純なことのはずでありますが、あなたが時空を超越できることによって複雑になってきます。これをあなたは勉強しなければなりません。面白そうだな。そんなに気にする必要ある？戻りたくなったら戻ればいいじゃない。いいえ、ニコル様、強い力ほど危険が伴います。ご友人は力の解明から始めるべきかと。なぜだろう、この力にはとてつもない嫌な予感がする。サタンに狙われてるくらいだから、そりゃろくなこと起きないでしょう。さーて、ニコルたちが難題を解けたわけだし、約束通り行きたい場所に連れて行ってやろうか。反対する者は？くだらない質問を。最初からあなた一人が反対してるんでしょうに。私は500年前から何の意見もありませんから。アラブだ、ご家ども私たちをアラブに連れて行け。セプテムが行きたい場所だ。調子に乗るんじゃないよ、ニコル。さあ、移動島、南東に向かっていざ進め。移動島はアラブへ向かって移動し始めた。まだ続くけど時間はもう足りない。次回をお楽しみに。とう。そなたに騎士の称号を授ける。この任務受けさせていただきます。何かもっとスリルのあることが起きてほしいね。嫌ですよ。やめろやめろやめろ、来るな。セプテム様、お助け。何？突撃。罠だろこれ。何？ならみんなは危ないのでは。